で、もう一つ面白いのが、これゴールドマンサックスのですね、アナリスト、エコノミストがですね、2023年のアメリカの GDP の成長率について、今回予想を出しておりました。で、成長がですね、1.5% の成長というところから 1.1% に今回引き下げましたと。で、引き下げたっていうのはいいと思うんですけども、それのいろいろ前提条件っていうのが、あると思うんですよね。で、その前提条件の一つの、構成要素として、アメリカのですね、フェットの金利っていうのがあるかと思うんですけれども、一応、2022年の、年末のなんていうんですかね、ターゲットの利上げ状況に関しては、4% から 4.25% というところに、上げていますと。で、今マーケットで織り込まれているのは 4.25 と 4.5% のこの中間ぐらいなんですよね。今どっちに偏っていくかっていうのを見ている 50-50 ぐらいなんですけれども、これでもし 4.5% にマーケットの織り込み具合が変わっていくようであれば、もっともっとおそらく加速して、もしくは大きい利上げ幅っていうのを今後2023年には見越していかなければいけないと思いますので、さらなるですね、下落というか、GDP の成長率の鈍化っていうところも今後見ていくような